とコンタクトしてなくて見えないんですよね、遠く行っちゃうと。だからこっちの角度にしました。コンタクト入れればいいんだけど今日メガネで過ごしてたからちょっと今から入れてもなみたいな感じで。ご飯前だからご飯かもしれん。そろそろ今日のご飯なんだろう、ロールキャベツとかかなそんな感じの匂いがする。コンソメの匂いがする。今日ねもう本当にさっきまで爆睡しちゃってたの。オーメン見たんだけど、さっき6時ぐらいまで見てたんだけど、オーメン見終わった後にもう爆睡だった。ある意味夜寝れない本当にぐっすり寝てましたね。昨日見ましたよ無限列車、最初から最後まで見た。あと DVD 1個です。なんか来週の日曜日までだったから焦って見るのやめました。あと1本だけど、オーメンとマッドハウスだけ来週までだったから来週見ればいいやと思って。あ、やばい、お母さんがやってきちゃうレオナさんがなんたらかんちゃって書いてあったんだけど見れない。あれ？カホの気のせいかな？お母さんループちょっと一瞬いじった操作したからループしたのかもしれない。ご飯には行かないです。メールに優しいレオナさん。でもカホは気づいてしまったんです。気づいてしまった。女性の比率が下がった水着の写真を載せて記事にしていただけて、載せて記事にしていただけてってしてる間に、あの男性の比率が上回りまして最初より下がりましたねまあその分男性が増えたってことだと思うんだけど、逆に女性が外してたってなったらちょっと嫌だなそう一気に増えたのかもしれない男性が。まあ別にそこまでこだわってないからさいいんだけど、まあ、増えたらいいなーっていうノリなので、まあフォロワーさんが増えてくれるならカホはそれはそれで嬉しい。誰でも。9時ぐらいかなって言ってました。ご飯お腹空いちゃった。
今日髪セットしてさ寝てたからさ持ってかれてこうやって寝てたんだよね。ご飯食べてからもう一回配信しようかな。やりすぎ？そう、上向いて寝るようにしてるんだけど、やっぱ横向きの方が寝やすいよね。変な顔。今日はアイシャドウはオレンジです。昨日は紫でした。今日はオレンジです。オレンジにしました。そう、オレンジとかね、ジェル系を使ってね、やるとね、結構さ、あのショールームでね、今日幼いねって言われることがたびたびあるんですけど、それって毎日違うってことですか？毎日幼いってことなのか。でも普段と比べて今日幼いねってことだから、よくどういう、どう分かんなくなってくるよね。うん、最近幼いって。髪を伸ばすと幼くなるんですよ。変だよね。あと1個見なきゃ、ホラー映画。でもね、字幕だからちょっとね気が引ける。吹き替えのが好き。なくなっちゃった。夢に出てくることはないの？ないですね。すぐ忘れちゃうの。クレープ食べたい。クレープって種類あるじゃないですか。ちゃんと焼けてるクレープが好きか、生っぽいクレープが好きか、どっちですか？皮は厚めがいいか太めがいいか、薄めのちゃんと焼けてるクレープが好きです。
バっぽいってなんて言うんだろう、焦げが一切ない感じのクレープ、そう焼けてるやつが好きです。昔ねお母さんが焼けてる方が好きって言ってて、何が違うんだろうって思ってたけど最近わかる。カホはいつもねバナナにチョコにカスタードです。食べたいクレープ、クレープの話になったらコメントが早くなった。いちごにチョコクレープ食べたことないかも。 あるけど物心ついてからはないかも。いちご、いちごね昔食べてたわ。野菜系のクレープってことですか。野菜型、野菜系のクレープは食べたことはないかもしれない。あんまりウーバーイーツできるとこに住んでるのっていいですよね。できないんですよ、こっちがウーバーしんといかん感じ。かき氷食べたい、甘いかき氷が食べたい。野菜系のクレープ多分ね今だったら食べたら好きだと思う。ガレットって何ですか。ウーバーで、ウーバーしたこと自体がほぼないんですよ。2回ぐらいしかない。クレープのキッチンカーでもね、キッチンカーってあんまり相性悪いイメージ。私とみたらし団子はよく買った。たこ焼きはカリカリ派しっとり派、しっとり派です。中がドル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 のやつが好き。学食で何が美味しかった。ハンバーグばっか食べてた。綺麗な学食。綺麗な学食で、なんか男子がめっちゃいる学食と、ちょっとあんまり綺麗とは言い難い学食と、綺麗な学食があって、あとちっちゃい学食もあって、そこの綺麗な学食に近いところで授業を受けた後はそこで食べてました。お腹すいた。懐かしいな。学食結構変わってました。サブウェイとかあったんですけど撤退したから消えました途中で。サブウェイは意外と買ってました。でもオリーブとかトマトとかは抜いてました。ほぼレタス玉ねぎぐらいしか入ってないんだけど。
サブウェイなんで撤退しちゃったのかな。美味しいのにね。最近そういう系ないじゃないですか。サンドイッチ系っていうんですか。あんまり見ないかも。ああ、コンビニあった。そうだよね、なんか消えちゃったよね、サブウェイ、いろんなとこから。この間食べたくてさ、検索したらさ、名古屋でサブウェイ出てきたからさ、あるんだと思って行ったらドトールだったいや、ちょっと近いっちゃ近いんだけど違うんだよね。でもドトールのサンドイッチも好き。悲しい。お腹空いてきちゃったよ。お腹空いた。あ、鳴ってる鳴ってる。ミスドの氷コーヒーってもう終わったってことですか。その店舗に売り切れてたってこと。芋のドーナツは早いです、売り切れるの。最近カオのね、好きな食べ物ばっか食べてる ハンバーガーはマック派。なんかマック玉ねぎ入ってるからいいですよね、ハンバーガー。わかんない、他のも入ってるのかもしれないんだけど、タルタルとかね、照り焼きソースだと食べれなくて。あとパンにさ、ごまついてたりするじゃないですか。あれもね、苦手なんですよね、正直。あ、でもあれは好きです、 KFC のチキンフィレサンドは好きです。でもあれちょっとたまにタルタルがタルタルしすぎてるから、そういう時はちょっとタルタルを減らすんですけど、美味しいですよね、あれ。マヨネーズ系が苦手、酢が苦手なんですよ。あ、でもうん、なんかあの、なんか苦手ですうん、ニュルっとした感じが苦手。ニュルニュル系苦手なんですよ。牡蠣とかマヨネーズもそうだし、あの、なんだっけ、あれも苦手です。なんだっけ、お味噌汁とかに入ってるよもぎじゃなくて、そういう系。でもなめことかは食べれます、オクラとか。ぬるぬる系はいけるけど、ぎゅるぎゅる系がダメアオサは大丈夫。なんだっけな、なんか歩くないですか、三文字系のやつお腹がついちゃったからご飯食べてくる。あ、もずく、もずく、もずくだよとろろ昆布とめかぶもいけない、ダメです。お腹なってるから、ご飯食べてくるな。
9時半以降にするね。というわけで一旦離脱します。ランキングはランキングを見ます。1位2位3位4位5位6位7位8位9位10位あーお腹鳴っちゃった。11位12位13位イエーイ、ありがとうございました。結構大丈夫そうかな、お腹めっちゃ鳴ってるけど。というわけでご飯食べてきます。あー鳴ってる鳴ってる聞こえた、今の聞こえたでしょ絶対。うーんって言ってる。結構空いてるらしいお腹また後でねー。